皆様、こんにちは。茨城市役所福祉指導監査課の楠橋です。令和4年度、茨城市介護保険事業者向け説明会、8、集団指導の再開等についてご説明いたします。令和2年度から令和4年度までの3カ年の集団指導については、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からオンラインで実施しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることから、来年度については対面での講義形式で開催することを予定しております。開催時期につきましては、6月中旬頃を予定しておりますので、ご参加いただきますようお願いいたします。詳細につきましては、文書でご案内いたしますので、ご対応をよろしくお願いいたします。また、その他についてですが、当課への問い合わせですが、業務時間中に実地指導で事業所へ訪問していることが多いため、担当職員が執務室を不在にしていることが多いことから、至急でのお問い合わせでない場合には、電子メールでのお問い合わせをいただきますよう、ご協力をお願いいたします。説明は以上です。令和4年度、茨城市介護保険事業者向け説明会の動画のすべてをご確認いただけた方は、通知文記載の URL、または、長寿介護課ホームページのアンケートフォームから説明会についてのご意見、ご質問等をお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。